いやもうすっかり寒くて、なんか昨日とか2度とかって表示が出てましたね。こたつ出しましたわ。夜の時間です。お願いします。改めましてこんばんは、猫背です。こちらの配信はヨルシカファンの猫背のヨルシカファンによるヨルシカファンのためのラジオ風動画となっております。もうぐちゃぐちゃだお願いします。またまたご無沙汰になってしまいましてね、期間空きましたけどもね、やっていこうと思います。寒いっす。めっちゃ寒くてさ、昨日夜かな、コンビニでさちょっとお酒でも買おうかなと思って外出たら、すっげえなんだろう、寒いっていうのがさ、こう刺さる感じがあるの、肌とか、あと鼻から吸った空気とか、なんかすげえチクチクすんなと思って、ウェザーニュース見たらね、2度ってなったし、ね、始まった冬が、これは牧原さんです、本当に冬が始まりますわ。いや困ったね、いや困ったよ。いや何が困るってさ、なんか服装もさ、なんか秋服みたいな感じだったのがもう一気にね、防寒のものを着なきゃいけなくなっちゃうっていうのもあるし、電気代もかかるわけよ。こたつも出したしね。で多分だんだんにオイルヒーターとかも出さなきゃいけないから、もうまた金かかる季節来たなっつって、すごいあーっていう感じですけどね。皆さんどうですかね。まあ、まだ関東とか関西の方だと2桁は全然あるよね。なんなら20度あるのかな。結構あったかいですかね。まだいいね。いや俺もね、まあ、岩手県に住んでずっと育ってきましたけど、まあなんだろう、いつかは離れたいなって思うもん。だって寒すぎてさ、雪かきとかするのね、こっちって。もう皆さんに馴染みがあるかわかんないんですけど、雪かきをさ、だから朝起きてさ7時とか8時ぐらいまでやるわけじゃん。あれ雪降んない地域に住んでたらいらない作業じゃねえって、毎年思ってなんだこの時間って思いながらさ、雪かきしてんのよ毎回。だからそろそろ、まあ何、次の人生のなんか分岐点、選択が迫った時にはちょっとそういうのも視野に入れて考えていきたいななんて思ってますけどね。いや冬始まったな。まあ10月もう21ですからね。まあしょうがないというか、まあそうな時期かなと思いますけどもね。まあそして10月ということで、ヨルシカのライブ前世2024も、愛知県名古屋の方からスタートしたということでですね、見に行ったよって方いますか？なんか別な動画の方でね、僕もそのライブのね話取り上げさせてもらって、こうコメントもらったりもしてたんですけども、なんとまあまあまあその立ち見も OK というところでね、なんかいろいろこうネットではヨルシカの話題っていうのが多く見られましたけども、なかなかね難しい部分もありつつでね、ナブナさんの声も発表されまして、まあ現在まあチーム全体として新しい取り組みとして試行錯誤している段階だというところでお話もいただいておりましたが、まあ、とにかく始まりましたね前世2024が。まあ、僕も見る限りネタバレも特になくね、ただまあそのちょっと戸惑っている方の声っていうのはね多く見られましたけども、まあ、まずは無事にスタートしたということで、このあと大阪かな、で神奈川ですかね。僕もね神奈川は参加する予定なので12月ですよね。そこまでねちょっとまた楽しみに待ちたいなと思いつつ、いやまあいろんな声が上がってましたね本当にね。まあ、そこはねヨルシカの方々、まあ、携わる方々の中でねいい答えが生まれて、まあ、その上でね僕ら観客というか楽しませてもらっている側もね、なんか納得できるものになったらいいななんて思いますけども、はい。いや楽しみだね、シンプルに。まあいろいろこう聞きたい曲とかね、そういう話もしてるんですけど、まあ、まずはその前回の前世とどういうものがね変わって、演出とかねセットリストも変わるっていうところだから、その変化の部分っていうのは、まあ、すごい楽しみに
している部分ではあるんですけどね。いや楽しみだな。はい、でまあそんな中ですよ。でまあヨルシカもね、とりあえずアポリアの配信も始まりまして、であれだね、アニメちゃんと見始めましたよ僕も。あのネットフリックスね、なんだっけ、チネチ、いやいやタイトル出なかった今。見始めましたけどね、めちゃくちゃおもろいね。いやまあ当たり前なんだけどさ、めちゃくちゃおもろくてちょっと待てないな。どん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 ちょっと早く見たいなって感じで、結構そのまあなんていうの、グローテスクなシーンみたいなのもがっつり描写、なんかこう規制かかるのかなとか思ったりした部分もありましたけど、まあその残酷さっていうところでもなんだろう、しっかり描かれてて、僕はすごいもうそういうところにこうなんだろう、一切の制限がないわけではないんだろうけど、まあ正面からね作品と向き合ってるなっていうのがなんか感じられて、すごい好印象かつ面白いっていうね。まあ確かに進撃の巨人とかも NHK でね、第何シリーズからかちょっと忘れちゃったけどやってたから、だんだんそのアニメーションの中でのそういう表現というかね、残酷なシーンっていうのもまあ緩和されてきてる部分なのかな。どっちかっていうとね、その乳首がとかさ、ランマ2分の1みたいな感じ、そっちの方をこうね、センシティブな方の、制限っていうのは強くなってるのかななんて思いましたけど、いやおもろいし、で今期はちょっとそれるけどね、早速それるけど、今期結構追ってて、青の箱もうめちゃくちゃ面白い。猫背さん、ラブコメ大好きで、ほんといろんなラブコメをね読んでて、で青の箱はいやジャンプのラブコメどうなんだろうなみたいな、本当はもともと僕マガジンが大好きで、マガポケとかでね読んでるラブコメが多かったりして、でジャンプのラブコメはね、ニセ恋が最後だったかな、それまで。いやニセ恋もうでもなんか変な感じになった部分とかもあって、わかんない、俺の主観ですよこれは、別に面白くないわけじゃなくてね、ちょっとごちゃっとした部分とかがあって、で僕小野寺がすごい好きだったから、あれみたいな、でそっからジャンプのラブコメあんま読んでなかったんですけど、いや青の箱アニメ化の前に何かでたまたまジャンプなんだっけな、立ち読みしたんだかな、なんだっけかちょっと忘れちゃったんだけど、何かで読んだらめちゃくちゃ面白くて、でコミックス全部買ってるんですよ。でね、青の箱の話しちゃうけど、僕バドミントン部だったっていうそこのバイアスもあるんだけど、イチャイチャするラブコメとは全然違って、その部活にまず取り組むっていう、そこがブレずに描かれてた作品でね、こう青春をねこう表現する上で、なんかドキドキするとかイチャイチャするとか付き合う付き合わねえとか、いろいろな展開っていうのだいぶ擦られてきてるとは思うんだけど、青の箱ほどその部活をちゃんと丁寧に描いた上 でそのステップの進め方、まあ幼なじみっていうね、あるあるのポジションの子がいたりとか、相談役の男の子がいるっていう、その定番の形ではあるんだけども、なんだろう、ラブコメに一切こうなんだろうな、こうよ弱ないというか、なんていうの、こう雑なラブコメに一切しないっていう、なんか気概がすごく感じられてですね、話の作り込みにすごい好きになっちゃって、でアニメ化めっちゃいいね。めっちゃいい、千夏先輩とね猪俣大輝くんがね、そのバドミントンのシーンがいいんよ。そうそうそう、さっきちょっとちらっと喋ってたけど、バドミントンのバイアスかかってんだけど、そのね部活のなんか描写がすごい良くて、でさらにそれがバドミントン部の描写なんだよね、その主人公の男のバドミントン部で、でなんか雑巾持ってきてとかっていうシーンがあるんだけど、こんなんねバド部の人じゃないと分かんないだろっていうシーンなのよ。バドミントンのシューズって定期的にね試合中にねこう濡れ雑巾でこう下をねこう濡らすのよ。多分バスケとかもあんだろうね、あるんだと思うんだけど、なんかその練習中に雑巾濡らしてこいっていうシーンがあったりとかね、だからそういうところも本当に部活として作り込まれてるっていう部分が俺はすごい好きで、
あ、すげえって信用もあって、あとその戦術的な側面、スマッシュとかは分かりやすいと思うけど、ドロップショットとかヘアピンとか、なんかそういう本当技術面のところでも、やっぱ主人公がね恋愛にこう傾く瞬間もあるんだけど、そのまあ一流のね千夏先輩って女の子が部活一生懸命やってるのを見て、自分も頑張ろうって、まず部活頑張ろうみたいな、でそこですごい部活に真摯に取り組むシーンが、そういう戦術であったりだとか部活のワンシーンでめちゃくちゃ見えるからいいんすよね。頑張れってなんのよな。うん。でなんかそういう鬱陶しいいざこざが少ないのもすごい良くて、話がすごいシンプルな分見やすいっていうね。なんか傷つけてしまったかもしれない、なんか口も利きませんみたいな、そういうのを大げさに描かないんですよね。なんかその同居することになっちゃったので気を使いすぎて逆にこじれたシーンも1話の中ですぐパッてやってパッて終わるんですよ。なんか引きずらないの、なんかネチネチしないっていう、まさに青の箱って感じで、まさに青の箱、ちょっとよくわかんないけど青の箱おもろい、めっちゃ楽しみに見てる。であとはまあブリーチのね千年決戦編も見てるし、あと楽しみにしてんのはなんだっけな、今期ちょっと見ていい？ちょっと忘れちゃった。なんか物忘れえぐいなマジで。そろそろさ、だからもうジジイになっちゃうんだよ多分。ああとダンダダンか、ダンダダンもおもろいね。ちょっとダンダダンの面白さは別格だなと思って、あのなんか怖かったわ普通に。すげえ怖えって思いながらのめり込んで見てて、でまあやっぱ主題歌がいいよね、クリーピーナッツさんの音のけと、あとエンディングはタイダだ、タイダだ、ずっと迷うだね、めっちゃ良くてさ、すげえよな。ダンダダンおもろい。あとはブルーロックの2期かな、あのアンダー20の日本代表戦みたいな、まあ、僕ブルーロックも漫画コミックスで買ってるんですけど、やっぱアニメのね迫力っていうのやっぱいいよね、うん、みたいな感じで、あとエクソシストとかもあるし、ルロケンもやってるのかな今、ルロケンまだ見れてないよ。今期すごいよな、ちょっと大変よ。いやまあそんな俺もアニオタってわけでもないけど、結構見たいの多くて困ってるなって感じです。面白いよね。でやっぱさ、こう今期のアニメとか見ててすげえ思うんだけど、そのクリーピーナッツさんとかの、あとズトマヨもそうだけどさ、もうアニメタイアップになんか絶大なる信頼があるアーティストっていうのがだいぶ固まってきたよねみたいなね。やっぱさ、その、まあ、クリーピーナッツさん俺詳しくないけど、ラッパーの方が R指定さんが歌詞書いてるわけでしょ。だからその言葉を操る方がさ、そのアニメを元に曲を作るってなったら、もう絶対的なね、やっぱ信頼は生まれてくよね、それはね。まあ、それこそブリンバンバンボンだってあんだけ流行ったけどさ、こう他の何、その流行ったワードじゃない部分でも歌詞に込めてるニュアンスとかさ、意味合いっていうのがたくさんあるわけじゃん。で今期もね、音のけもそうだし、やっぱそこは最強でしょっていうね。まあずっと前もそうだよね、なんか聞いてて思った。うん、まあ独自の世界観をすごい持ってる方なんだけどね、その独自の世界観とアニメの世界観に合う部分を探すのがめっちゃ上手っていう印象がなんかありますよね。まあていうかそもそもオファーもさ、ずとまよとの世界観込み込みでねオファー出してるっていうのはあるだろうけどね、めっちゃいいよな。チェンソーマンのエンディングもそうだし、残機ね、残機もそうだし、今期のタイタダもめっちゃいいし、だからそれで言うとヨルシカもすごいね。そこはなんかやっぱそういうすり合わせができるアーティストっていうのが重宝されてく時代になってきたよね。なんか昔ほどさ、なんか音楽感というかサウンドの良さとか、なんか五感の良さだけじゃないというかさ、もう作り込まれてなんぼので、それがなんかネットのまあ万人たちにどういう評価を受けるかっていうのがすごい今の時代大事になってきてるんだろうなっていうのでね、まあ、米津玄師さんだってそうだしさ、なかなかこう昔のこうタイアップとは全然ね、なんかまた空気の違う部分なんだろうなと思って、個人的にすごい
面白いななんて思ってるんですけど、まあ社用アポリアもそうだよね。どういう風になっていくのかな、本当ね。いろんなタイアップ聞いていきたいな本当に。なんか昔の方良かった論争とかよくあるけどさ、米津さんも初期のアルバムが良かったとか、ヨルシカも最初のアルバムが良かったとかあるけど、なんかそこでは開かなかった扉がタイアップで生まれてくるっていうのも面白いよね本当にね。っていう中ね、まあアニメ見てて、まあ更新が遅れてるわけなんですけどね、この夜の時間。ほいでね、まあちょっとごめんなさい俺の話ばっかりで、あとは先週の17日に、あの僕がね本当学生時代大没頭してたプロ野球スピリッツっていう野球ゲームが出まして、ありがとうございます。本当販売もね延期になってたりしたんですけど、無事販売されましてね、あのそればっかりやってる本当にマジでそればっかりやってる。仕事終わって飯食ってよしやるかっつって、マジでね野球が好きなんです夜しかもすげえ好きなんだけど、野球もめっちゃ好きでね、いや面白えと思って、うわー大谷のフォームだーとかさちょっとごめんなさいね野球ね、俺ちょくちょく夜の時間で野球の話しちゃってんだけどさ、いやごめんなさいね、野球おもろいねー、おもろいそれをやってたね今週は。特にそんなんばっかりだったね。でそうそうそう、ちょっとまた話したいこといっぱいあんだけど、ちょボドゲカフェも行ってきてよ俺。ボドゲカフェちょ話行ったり来たりする。ちょっとやっぱ期間空きすぎるとこういうことになるから、定期的にちゃんとやれ俺は。ちょサボんないでやろうあのボドゲカフェめっちゃ面白かった。なんか友達と高校の同級生と行ってきたんだけど、なんかすげえ良かったよ。なんか店長さんがいい人でさ、なんかおすすめのボドゲありますとかって言ったら教えてくれたりしてね、でルールも全部一から説明してくれんのよ。嬉しいっつって、でそれで遊んで、あめちゃくちゃ楽しかったちょっと時間もったいなさすぎるからこんぐらいにしよう。なんか俺のそんなのを聞きに来てる人たちじゃないんだろうから、すいませんまたちょっとなんか機会があったら。いやボドゲーはおもろいですよ。はい、ということでちょっと前回の夜の時間にいただいてたコメント紹介していこうと思います。まずは、うぬいそか、うぬいそかアポリアの感想でね、アポリアの感想で募集しておりました。うぬいそかアポリアめっちゃ好きです。アポリアミュージックビデオを公開しますツイートを授業中に見てしまい発狂しかけました。曲調と歌詞がど好みだったので雨の中聞きながら帰りました。寒かったですツイッターで言っていたんですが、ナブナさんが新しい楽器を使いアドリブで録音したと知ってめっちゃ驚きました。言ってたね、なんかそういうのをニュアンスとして入れたいと。とにかく僕の中のヨルシカティアー表で上位にぶち上がっている曲なので鬼リピ中です。概要欄の手紙の最後に、詩はいつものように、あいつもと同じように別紙で同封してありますとあって、ナブナさんと先生の関係が気になります。てかいつもナブナさんから詩と、まあ、歌とって読むのかな、これ俺毎回迷うんだけど、まあこれ詩って読むね、詩と手紙が送られてくる先生として生まれてきたかったですうぬいそかありがとう。そうだね、アポリアの概要欄もあの忘れてくださいと同じようにね、概要欄の方でこう手紙のような文章っていうのが書かれてましたね。まあおそらく次のアルバムのね一つの舞台装置的なものなんだろうなというところはみんな予想ついてるなとは思うんですけれども、まあうぬいそか的にはそのナブナさんと先生のやり取りなんじゃないかっていう想像なんだね。なるほどね、確かに。まあナブナさん自体の言葉っていう可能性も確かにあるね。でまあアポリアですよ、すごい今回のミュージックビデオも不思議なミュージックビデオでね、こう何パラグライダーみたいなのでねこう飛び回ってる中、こう月のねなんかこう飛行船みたいなのを見つけてみたいな、まあ確かにストーリー性もあるし、あとはこうよくツイッターで言われてたのはその昔の絵画をモチーフにしてる部分がすごい多かったんじゃないかっていうところでね盛り上がってました。面白かったですね非常にね。月と見間違えたらいいってね、アポリアのジャケットの場面と同じようなシーンがミュージックビデオにあるんだけど、あのミュージックビデオの方ではあの月の飛行船になってたらしいですね、構図が一緒なんだけど、だからまさに月と見間違えたっていうところでそのジャケットとの相違っていうのも面白い部分だったと。いやーすごいよね、作り込みがやっぱり。なんかあのヨルシカのこうミステリアスな雰囲気っていうところとそういう絵画オマージュっていうところのマッチ、あとあの絵の感じね、
すごいどれもなんかマッチングがとして表がすごいマッチしているミュージックビデオだななんて思いましたけどね。なんか今日興奮しすぎて言葉回んなかった。なるほどね。いやーおもろかったな。俺もちなみに結構ヨルシカの作品ではティアー表では上位に入るかもね。最近流行ってるよねティアー表ね。うぬいそかありがとう。続きまして猫様、猫様、アポリア好きになりました。変拍子がアポリアの答えのない問いを表していたし、歌詞もテレパスみたいな感じがしました。ミュージックビデオの公開後頭がアポリアしてました。答えのない問いをね。アポリアの最後の伴奏の部分が少しただ君に晴れに似てると感じました。マジ？あ、それは知らなかったな。なるほど、俺もちょっとまた聞いてみるわ。ヨルシカの今回のテーマの予想、ミュージックビデオから今後のストーリーを少し予想してみました。いいね。今回のテーマは物語を作る人なのかなと思ってます。なぜかというと MV 同士のつながりは見えないけど一つの物語のような感じの MV が多いような感じがするからです。ということで猫様ありがとう。なるほどね、今回のテーマというところでも予想してくれました。まあ確かに物語を作るっていう部分はありそうか。ただなんか難しいのがさ、盗作の後に創作っていうアルバムも出てるからさらに深掘るって感じなのかね。こう物を作り出すっていうところではね、創作って言葉はもう出てるけど、さらにこう何か生み出す人の苦しみとかそういうところにフォーカスするっていうのはめちゃくちゃありそうだね。いやーまあテレパスみたいな感じも確かに納得だな。そのまあ腐敗したなんか街並みみたいな、廃校した街並みっていうところで言うとね、あの砂漠の次の段階がテレパスのミュージックビデオな気もするしね。つながりは確かに感じるなと思いました。まあつながりで言うとね、僕個人的には月光浴かなすごく考えてて、まあ、また動画にしたいなと思ってるんだけど、白い魚とかっていうワードが共通してて、なんかそういう意味ではその月と見間違えた人と別な国の人みたいなね、そのなんか対比構造はまたそこにあるんじゃないかななんて思ってますね。いろんな予想できてやっぱり今回のアポリは面白いよね。猫様ありがとう。続きましてセリさん、セリさん、アポリアとっても大すとっても好きな曲調です。 MV の中にバベルの塔、楽園追放、ノアの箱舟、レオナルド・ダ・ヴィンチと思われるような人など様々なオマージュがありとても興味深かったです。完全な予想なのですが、このようなオマージュを入れたのはアポリアの意味でもある一つの問いに対する答えとして相反する二つの見解が等しく成立する成立するを体現したいのかなと思いました。例えばバベルの塔にはノアの箱舟のノアの子孫が神からの大洪水を避けるために建てているのではないかという説があります。これも神と人間との対立とも 見ることができるのかなと思いました。説明下手ですみません。また様々なことを考えさせられさえせてくれる、ごめんなさい、ナブナさんは本当にすごいなと改めて思えた曲でした。ということでセリさんありがとう。これすごいね、もうセリさんが全部言ってくれてるわ。バベルの塔ね、はいはいはい、そして楽園追放、ノアの箱舟、レオナルド・ダ・ヴィンチと、まあ、今回やっぱいろんなねオマージュがあったというところで、これがね、なんかミュージックビデオすごい難しいのが、ナブナさんが主導してやってるかどうかっていうのがめちゃくちゃ難しいんだよね。例えば、春泥棒とかも、丸投げしてたっていう話ですもんね。設定だけは言いましたよ、みたいな感じだったはずなので、どこまでがね、ナブナさんの意思が入ってるかっていうのはすごい難しいんだけど、まあでもね、事前に話は通ってるはずだし、っていうか、まあでも、入ってそうだよな、今回は。まあ、なんでかっていうとすごい、まあ、テレパスのあたりからそうだけど物語の軸っていうのがナブナさんの中でがっちりあるような感じするじゃないですか。でそれをこう徐々にアウトプットしていく中でミュージックビデオだと思うんでね、しかも制作時間も今回のミュージックビデオかかってると思うから、なんかアルバムの構想とか喋ってそうだよね。ってなるとそういうバベルの塔とか楽園追放、ノアの箱舟とかっていうところのなんかその昔のそういう神話的な部分がオマージュされてるっていう可能性もありますよね。すごい面白いよね。でもこうやってさ、セリさんもさ、バベルの塔とかバーってこう書いてくれてさ、説明できるのがすげえわ。俺正直全然わかんないからね、この分野。なんか俺たまたま昨日 YouTube ショートで
流れてきたやつがなんかノアの箱舟は本当にあったんじゃねみたい なんか山でそのノアの箱舟の破片が見つかったり、なんか動物 その死体の DNA がたくさん見つかってるみたいな、ロマンあるよねみたいなの見たからちょっとタイムリーだったわ俺もやっとそういうので知るレベルだからさ、やっぱそういう意味ではこのミュージックビデオを作った加藤さんとかナブナさんのこう知識のね量っていうのにはびっくりさせられますよね。ゼリーさんありがとう。続きまして猫猫ライオン、猫猫ライオン、アポリアの感想。聞き始めと聞き終わりで印象が180度異なる曲でした。変拍子で低音、暗いイメージでしたが次第に明るく希望に満ちた雰囲気でスルメ曲、スルメ曲って言うんだ噛めば噛むほどってことかな。 A メロは、8分の7拍子と8分の8拍子合ってる、これ言い方が交互に来る譜面らしいのですが、これは概要欄にある先生との手紙のやり取りを示唆しているのかなと、ナブナさんの遊び心を感じます。さらに地のエンディングと、エンディング曲ということで地動説天動説になぞらえて太陽系の惑星の数である8に合わせたのかなと深読みしてしまいました。すごいな、そうなんだ、惑星の数8つなんだ。僕の元にもグッズが届いて報告です。早速パーカー着てます。あ、前世のグッズですね。おめでとうね、ごライオン。ということでコメントありがとうございます。なるほどね。あー、そっか、さっきセリさんも言ってくれてたけど変拍子っていうのは今回ねピックアップされてますよね。こういろんな方の動画とかも僕も見ましたけど、なんかドラム叩いててねこう変拍子の解説してる方とかいるんですよね。全然分かんなかった、正直最初聞いてみて。本当にだからそういう意味では音楽知識がもっとあったらヨルシカの曲すげえ楽しめたんだろうなみたいなね、ちょっと悔しい気持ちも出てくるんだけど、変拍子ね、ちょっとリズムが変わってるんだってね。で今回びっくりしたのが、さっき冒頭でアニメの話したけど青の箱の主題歌のセイムブルー、あのヒゲダンの新曲があるんだけど、あっちも変拍子らしいよね。だからたまたまにしてはね、やっぱああいうさ感性鋭い方っていうのはこう次の段階っていうところでなんか似ちゃったりするのかねと思って、なんかすごい個人的に驚いたんですが、変拍子ね。でちょっとアポリアの感想としてはレベル高いんじゃないの、この太陽系の惑星の数である8に合わせたのかな、これすごいねいやすごいな。まあ、概要欄の話もそうですし、やっぱ遊び心っていうところはね、さっきうぬいそかも言ってくれてたけど、あのね初めて買った曲入れてみたとかっていうところで、やっぱりナブナさんもねなんかどっかそういうこう音楽への追求っていうところでちょっと楽しみながらやっていた曲なのかななんて思いますよね。いやなるほどな。いやこれはだからいつかねそのアルバムの発表でこう答え合わせみたいな形になるんだろうから、ちょっとそれをね楽しみに待ちたいなっていうところですよね。はい、いや非常に面白い感想ありがとうございました。やっぱいいね、やっぱこうやってああでもないこうでもないって言える時間があるっていうか余白がある時間っていうのはすごいよね。うん、ということでまあちょっとねヨルシカは次はだから太陽か、太陽だよな。新曲がねもう曲名だけ発表されてるんですよね、映画の主題歌でね。太陽聞いてみてってところだと思いますけども、ちょっとどうしようかな、来週のじゃあ夜の時間はちょっとまた夜しかから飛躍してみようかな。なんかどうしよう、変拍子っていうワードもあったからいやむずいないやちょっとそこから広げるのはむずいから、じゃあちょっと広く作ろうかな。ヨルシカに関係してもしなくても大丈夫です。この冬やってみようかなと思ってること、これでいきましょう。なんか実はあんまり鍋自分でやったことなかったんだけど鍋やってみようかなとか、あとはまあちょっと家にいる時間がね外出るの寒いし嫌になって家にいる時間増えるからこんなことしてみようかなとか、新しい趣味見つけてみようかなでも大丈夫です。皆さんの、冬にやってみたいことを募集しようと思います、ぜひコメント欄にお書きください、よろしくお願いします。俺は何したいかな、チャーシュー作ってみたい。ということで夜の時間エンディングのお時間です。すいませんね、また遅くなりましたちょっと次はだから来週に更新しましょう、来週28日には絶対更新します、約束します。ちょっとねやりたいことがいっぱいあって、それこそ今僕やばの小説も出て読んでるんですよ。あのねこの間グッズ紹介の時もお話ししたけど、いや僕やばも面白いよね。
で映画化が決まりましたね。社用でやってくれたら映画館で社用聞けるんだけどなとか思ったりもしたけど、まああれかな、また新曲で小村ハムさん、奈良ハムさんかなが書いたりしそうな雰囲気かな、どうだろう。まあまあまあ、ちょっと楽しみにね、そちらも待ちたいなというところに、ちょっとやりたいことがそういっぱいあるんだよね。まあその中でちょっとうまく時間見つけながらね、ヨルシカの動画とかもまた作っていけたらなと思います。その月光浴とアポリアをちょっと詰めてんのよ今。そう、ちょっといい、なんか比較してなんか面白いこう曲の聴き方ができる情報ないかなみたいなところで、ね、いろいろ今考えてる途中です。なんかみんなも思いついたのあったら全然そのコメントをぜひバーって、猫さんこれどうすかとかって書いてください。あの紹介させてもらうんでね、はい、ぜひぜひお願いします。みんなでちょっと夜しかさらにね楽しんでいこうぜっていう、いや、 やっぱスルメ曲だからねいいワードだな、スルメ曲。ということでお相手は猫背でした。また来週の月曜日お会いしましょう。絶対に出しますということで猫背でした。ありがとうございました。